東京競馬場5レースはメイクデビュー東京2歳新馬戦芝の 1400m 戦は出走馬オー,ー16頭です一面真夏の青空が広がります東京競馬場芝コース、スタートコースとも両馬場のコンディションゲートイン向正面中間点これから7番のキャン その後ろでは偶数番の各馬が待機しています10番ユイノクランコードそして12番のキアロベローチェ今収まりました8番のウィンダムセスそして2番上限の月4番クラウンシエンタ6番リルフロスト入って最後は16番ノバエクスプレスです ゆっくりと16番ゲートノバエクスプレス収まってスタートしました。 コースタートは2番の上限の月わずかに飛び出します3番のミルタンドレスが2番手でこれをかわして7番のオキャンが2番手に上がって13番グレンの嵐もすっと前へと上がっていきましたさらに15番のアシセバイラですこれらが先端も形成その馬群の後ろ一角に12番のキアロベローチェも取り付いて外からこれを16番ノバエクスプレスがかわして上がっていって3コーナーカーブに入りましたその後ろから11番のプレイ 4F が追い上げていってさらには8番のウィンラムセス3コーナーから4コーナーーインコース3番ミル ちょっっと下がっていますあとは1場審判がいて5番のレイニングキャット、最内1番のランデブーローズ34コーナー中間、外からは9番のバンビーブ上がっていきました、その後に14番のグラビティブラストが追走して、あとは1場審判差。 10番のユイのグランコード後方から3投目そして6番のリル・フロストが行って最後方追走は4番のクラウン・シエンタ第4コーナーカーブから直線コースに入りましたピンクの帽子2頭16番のノバエクスプレス15番のアシセバイラこの2頭並んで400を切りましたこれを追って1馬身半差2番の上限の突き3番手から前を追ってさらに外から12番のキアロ・ベローチ追い込んで坂を上がってきましたさあ抜けた16番のノバエクスプレス1馬身のリード内を狙って3番のミルタンドレスが追ってきた外からは 1>, 1番のランデブーローズさらに大外から9番のバンビーブも追っているが抜けた16番ノバエクスプレス降臨2着3番ミルタンドレス3着争い1番ランデブーローズと9番のバンビーブこの2頭並んで接戦でした勝ち時計1分22秒816番のノバエクスプレスが抜け出しましたアジアエクスプレス3区ノバエクスプレス安城菅原晃騎手です 16番のノバエクススプレスが抜けれましたそして2着は一旦道中インコースでポジション下がる場面があった3番ミルタンドレスが内から足を使って2着に上がって3着争い、外から追い込んだ2頭1番ランデブーローズ9番のバンビーブこの2頭並んで接戦タイム1分22秒8ゴールまでの 800m46 秒 6600m は34秒2でした。 16番ノバーエクスプレス抜け出して快勝2着3番ミルタンドレス3着争いは外9番のバンビーブこちらが優勢1番ランデブーロースと並んで入りましたが9番のバンビーブですその後2馬身遅れて12番のキアロ・ベローチェ7番オキャンそして4番クラウン・シエンタここは3頭広がっていました。 東京競馬5レースメイクデビュー東京、新馬戦が終わりましたアジアエクスプレス3区のノバエクスプレス安城、菅原晃騎手菅原騎手、今日は3レースに続いて2つ目の勝利となりました1着16番のノバエクスプレス2着3番ミルタンドレス3着は9番のバンビーブ4着が1番ランデブーローズ5着12番のキアロ・ベローチェ到達順すんなり上がりました確定までお待ちください